こんばんは。ちょっと帽子あるけど勘弁してくださいということで、見えないかな、あんまり上向いて喋ろう。なんかね、眉毛がねボソボソだから見せたくないね、あんまり眉毛は。ここで限界。そう、眉毛が普通に、なんか最近ね、もうね、リハ終わって、なんかリハ終わった後って眉毛めっちゃ汗だくだから、なんか結構バラ、なんかそう汗だくで結構ね、もうね嫌なの、その状態で外歩くのが。だからもう前髪を、あ、前髪をここにね普通に下ろしな、下ろした上に帽子かぶるだけど、なんかもう最近はその前髪が邪魔で、めっちゃそうそう邪魔で直しちゃうことが多いんだけど、から今日もリハ終わってこれで帰ってきて、そしたらなんかもう前髪下ろすのに多分もうウィンドやったりがパッカンってなってた。さ、またさ、ドライヤーとかその嫌だなって思ったので、もこれでしてみます。今日はそういう日ということで、スタコレ配信します。だこれ台風、なんかね前、そうそうそう、なんか揃うかなと思ったの、もうね嫌だから。絶対にもう前髪はこの帽子かぶりながら配信したいと思って、めんどくさいから。え、眉毛すると思ったけど、なんかね今めっちゃボーボーじゃん、そうめっちゃ入ってんのよ、ボーボーに。で私ね眉毛サロン行きたくて、もうそろもう伸びまくっちゃったから眉毛サロン行きたいんだけど、だから前それ行きたいから、その、うん、じゃあもうボサボサにしとかないとさあれだから、もう今はちょっと我慢。なんか自分でも剃れるけど、私はねあんまり得うまくはないから前サロンに行かないと、行かないのです。はい、久しぶり。そうなのよ、でもなんか見にくい、この邪魔だね、この翼の部分。でもあんまりさ眉毛曲げたのに言わないので、私だあった方がいい人間なのだと思いながら、スマホケースかわいい、マジこのスマホケースマジかわいいんだけど、可愛くて気分上がります。なんかちょっと子供っぽい感じが可愛い。よし、スタコレ開封、はい、ん、開封配信します。開封してみます。なんかスタコレをしたくてしたくてたまんなくて、そう、もうちょっと経ってからにしようかな。なんかそう、スタコレをやりたくてたまんなくて、なんかみんながね今日リハの時にさスタコレさガチャガチャしてて、私も早くガチャガチャ引きたいと、ガチャガチャっていうか何パックなんか開封したいと思って、そう我慢してって、本当は週1とかにしたいに しようと思ったんだけど、けどなんか本当に多分今あのこのさ、私のさスタコレピークは多分一生続くのね、私こういうの結構好きだから、スタコレピークは一生続くのだけど、その中でも今はこんな感じ、こんなグーンって高まってるの。そう、この前さ楽しいなと思ったからスタコレしたら楽しいなと思って、だから高まってるのね、そのスタコレしたい欲が。からもうめっちゃ我慢してて、今日やりたくてやりたくてたまんなくて、スタコレをめっちゃいいことじゃない？そう、ピークなの、とりあえず私の。だから今日はストカレーを開封します。そう、なんかふと今日見たらみんなからまたプレゼントが来てて、そうめっちゃ来てたのでやります。
ピークなんよ今。やります。じゃあいきますね。ヨシタンさんの分からいきます。ヨシタンさんの分を開封させていただきます。いきます。あ、ちょっと待って、これお休みモードにしとかないと通知が来たら、あら大変。音が来ました。何が出るかな。お、来ました。あ、カレンデン来た。あ、 K4 じゃないこれ。来ました、カレンデンとうかちゃんとミーナちゃんが来ました。ありがとうございます。 K4 だ。ありがとうございます。じゃあ2個目かな。カレンデン来た、可愛かった。あのムカつきの。じゃあ次、リクホンコンさんかな。リクホンコンさんからの続きます。なんか H の方もらうから K4 だとさ、ほぼ被ることないからね。じゃん、いけ。なんかさ、スーパーレアたくさん出てるけどさ、私割と自分のスーパーレア、あ、ゆいなちゃんの、ゆいなちゃんのスーパーレアが来ました。え、スーパーレアやばくない、引きよすぎ。ゆいな、え、かわいい、これゆいな、ゆいなのスーパーレアとめいちゃんかな、これめいめいちゃんのノーマルとゆえるさんのスーパーレア。もうこのゆえるさんのスーパーレア私3つぐらい持ってるんだけど、すでに結構持ってるよ私も。ありがとうございます。じゃあどんどん行きましょうか。続いてはダンさんの、ダンさんのものを引かせていただきます。なんだなんだなんだ、なんだろうね。なんかゲームとかしないのね、あんまり。あ、あ、ミルンさんとララパちゃんとアミユちゃんのスーパーレアが出ました。やばい、自分のスーパーレア来なくない、大丈夫、来て。ありがとうございます、ダンさん。やばいやばい、自分来ない、自分のスーパーレアが一番行きたいんだけど。もう、はい、お続いて HKT 超絶おじさんのパックを引かせていただきたいと思います。ラダパスキップ。何が出るかな。あ、モカちゃんのスーパーレア、初めてかもこれは。メイメイちゃんとナナカの普通のやつとモカちゃんの、松本モカちゃんのスーパーレアが来ました。はい、お続いていきます。本当にありがとうございます、こんなたくさん。じゃあお続いて一致老師さんの分を聞かせていただきます。何が出るかな。そう、スーパーレアポイント高いの。じゃん、私来い、私来い、私来い。あ、全員7期だ。あ、クレちゃんのこのカード欲しいと思ってた。クレちゃんとひなこちゃんとめいちゃんのノーマルが出ました。ありがとうございます。あ、自分の欲しい。お続いては久保哲さんの分を引かせていただきます。スキップスキップスキップ、やばい、ないかな。あ、これも K4 だ。あ、カレンデンとグッチ来てました。カレンデン2枚目とグッチ来て、
あと石井彩音ちゃんのノーマルも来ました。ありがとうございます。続いてはてるさんからいただいたパックを開封させていただきます。やっぱ私のさスーパーでは来ないのかな。早く来てほしい。え、だってさあ、わ、うん、レイヤちゃんダブったレイヤちゃんダブった。スーパーレア、青木ひな子ちゃんのノーマルが2枚と、あ、とレイヤちゃんのこのスーパーレアがかぶった。レイヤちゃん私のに出てきすぎでしょ。レアちゃん次、あみちゃんさんの分を引かせていただきます。なんだなんだ、自分来い自分来い自分来い。お、全員の泣き。青木ひな子ちゃんとなちちゃんとララパちゃんの3人のノーマル、ノーマルって言うかな、これアンカオムンが出ました。ありがとうございます。次、これも一緒の人の一緒に一気に引いちゃおうかな。ちゃんとくさんからもらった 2パックを一気に開けたいと思います。お願いします。私出ますようにお願いします。お願いします。お、ん、あー惜しくも。でもゆうなさんのスーパーレア来た。かわいいこれめっちゃ。あいちーさんとなっちゃんとくりなさんとりりたんといおりちゃんの普通のやつ、よりちゃんって言っちゃった、いおりさんの普通のやつとゆうなさんのスーパーレア、かわいいこれめっちゃが出ました。嬉しいな。じゃあ次、いちろしさんからいただいた3パックを同時に、やばい、自分来てほしいのだけれども、いきます。一郎さんがまたあの H の 3パック分いきます。来い、私来い。なんかさ、自分のって出にくいのかな、そんなことない、ね、でもみんな出てるから違うか。え、待って待って、来ない。あ、でもまゆさんのスーパーアリア来た、かわいい。え、待って、最悪、待って、どうしよう、自分の出ない自分の出ない。もかちゃんとななかと、もかちゃんとななかといくのちゃんとみなと、あ、でも私来た、みなと私とみるんさんの普通のやつが来て、でリノさんと、あ、またアキさん出た、リノさんとアキさんとマエさんの初めてだね。あ、確かにチャーハンもできた。ん、ハンちゃん出たっけ。私はい、3つ出ました。まえちゃんの薄い、え、めっちゃ可愛いよこのまえさん、まえ、ゆうなさんのも可愛いかな。やったー。次、キャノシーさんのからもらったパックを引きます。ジュン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 、あ、15分経過したって、ジュン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 
なんだ。あ、待って。またレイヤちゃんのスーパーレア。私のスーパーレア来ないかな。レイヤちゃんのスーパーレアとナナカとヒジリさんの普通のノーマルが出ました。やったね。レイヤちゃん、レイヤちゃん出てきすぎ私に。次、テルさんからいただいたものを一パック引かせていただきます。ありがとうございます。皆さんたくさん送ってくださって本当にありがたいです。はい、あー出なかった。あ、でもユイナ2個出た。ユイナとヒーローのスーパーレアとユイナの普通のノーマル。え、待って、なんで私来ないの。みんなの結構順々に今引けてるんだけど。悔しい。なんで自分でないの。課金したくなっちゃうんだけど本当に。このようなゲームは。あ、よし、待って、私来い、私来い。なんで私来ないの。だってみんなも来てたんだもん。だってさ、れいちゃんのさ3個嬉しいけどさ、嬉しいけどさ、もちろん自分のも来てほしい。たまたまなんだろうね。私も欲しいんだけど。だってさ、みんな自分のスーパーレアさ飾ってたの、この自分のアイコンみたいな感じ。じゃあお次、これみんなね送ってくださるの嬉しいんですけど、あの私自分のH が欲しいので A パックを送るとしたらぜひ推奨いたします。 A パック、 B が警報で A が H で、私は A の方に入ってるので。自分でもする。一旦ね冷房つけたら空気変わるかも、だから一旦冷房つけます。やばい、自分のスーパーレア欲しい。なんかね、誰が持ってるのかな、私のスーパーレア。ヒーローも今やってるっぽいぞ、これは。自分の、私のね、スーパーレアね、多分あれなのよ。なんか私のスーパーレアね、ギャル衣装のやつなのよね。そう、このギャル衣装なのだけど、自分のスーパーレアは。みんなどんくらい持ってんのかな。でもまだ空きあるはず、まだ空きはあるから出ないことはないはずなんだけど。じゃあ次いきます。あのムギリニさんからいただいたパック2パック同時にいきたいと思います。いきます。待って、本当にお願い、本当にお願い、本当にお願い。本当にお願いします。めっちゃ引きいいんだけど、なんでないんですけど。カデンデン3個目
カレンレン3個目出ました。あ、でもひなたんのスーパーリア来た。ひなたんも初めてだ。ひなたんの普通とひなたんカレンレンクレちゃんのノーマルとひなたんクレちゃんナナカのスーパーリアが来ました。ナナカのスーパーリア初めてかも。これでありがとうございます。送ってくださって、ふぅやばい、私来ないんですけども。じゃあお次はテルさんの、テルさんからいただいたパックを開封させていただきます。ありがとうございます。ひょいひょい、お願いします。あー、ゆいなちゃん来た。えうらゆうかちゃんとゆいなとゆうなさんのノーマル、これノーマルっていうのか分かんないけど、なんかノーマルっぽいのが出ました。この3人、やばい、私来い、私来い。待って、私来ないかな。お次一塁さんから、あ、そう、一塁さんからいただいた分を引かせていただきます。ありがとうございます、送ってくださって。ドキ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 、何が出るかな、本当に。お願いします。私出ますように。私出ますように。ああ、いない私。いない私。なんで？ない。石川美優ちゃん、江浦優香ちゃん、矢部美奈ちゃんのノーマルとゆうるさんのスーパーレアが出ました。なんかさ、偏り多いかも私な、結構自分の持ってるやつ、うん、自分がなかなか出ないです。なんてこった。あ、一旦ラストかな。お次は小釜菜さんからもらった、あ、一回振ってみたら、確かに、よし、もう再起動とかしてみちゃう、なんならお願いします、お願いします、よし、お願いします。お次、小釜菜さんからいただいたものを開封、2パック分開封させていただきます。ありがとうございます。マジでさ、お願い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 します。富士五湖、富士の五湖派、富士の五湖派のスーパーリア、富士五湖派、富士の…待って、目つぶとこ、もう来たかな、あ、待って、来た、お願いします、お願いします。あー、ないない、もう無理だ、私無理無理、もうない、ない、まあ、悲しすぎ。石川美優ちゃんのとゆえるさんとひじりさんといぶきさんのノーマルとゆえるさんのスーパーリアが出ました。じゃん、ない、どうしよう、ありがとうございます。一旦コレクションしよっかな、私一旦コレクションしてみるわ。これチーム H のスーパーレアと普通のに分けてみようかな。なんかさ、一回変えたいわ、なんか。チャーハン部。チャーハン部にミナを入れないと。出ない方が。まあね、確かに出ちゃったらもうあれかも、私しないしないって出てくるのかな。一旦アルバムを編集していきます。ハンちゃん出てたっけ、私とりあえずみんなが出たのでそれを入れます。渋いみなちゃんはどこ、ハンちゃんが出てないんだね、まだ多分チャーハン部は。そうだね、ハンちゃんがいない。とりあえずみんなを入れてみます。
あとはんちゃんのみだ。生ハムーブは1枚、そうね。はんちゃん持ってる？私持ってなさそう、分からんけど持ってないかも。はんちゃん持ってるかな。かわいいゆいな。ねえ、さあそう。K4 ねあんまやってできてないから。あら、あら？練習がしたい。でも楽しくないの私結構好きなのかもしれない。楽しい、めっちゃ。なんか藤野ここハート変えたい、なんかダサい。藤野ここハートハートダサい。どうしよう、なんか可愛い感じにさ、可愛い感じにしたい。みんなどんな感じしてんのかな、これ。これカタカナフルあれにしてみる。一周回ってさ、こんなさアルファベットにしてみたりしちゃう。にこれに自分のペンだからとか。あ、可愛くはない。どうしよう、どうしたらいいんだろう、こういうのって。下手だな、私センスなさすぎん。みんなの見てみよう、他の方の文を見てみます。センスがなくてですね、本当にびっくり、おたまげなことに。アイチーさんはアイチーコレクション、いいね。あ、そんな、いいね。サイさんはハート。どうしよう、どうする。エビバディ、そう、自分のノーマルしかまだ持ってないのよ。どうにかして、なんかどうしよう。え、どんな感じでさ、したらいいのだろう。私は真似していいかな。藤子コレクションめっちゃいいんだけど、藤子コレクションってセンス良すぎる。 IT さん、え、なんか何がいいと思う、このさ、アルバムの名前何がいいと思う。ちょっと候補教えて。何がいいかな。とりあえず藤野剛がまあダサいから、絵文字だけにしてみる。私も藤子コ
私はチャーハン部長ですって、おもろ。チャーハン部長藤子。え、どうしよう。どうしよっかな。何がいい、何かな。藤子れ、やだやだ藤子れ。ね、私藤子あんま好きじゃないんだよ。ここ歯がいい。どうしよう。藤野の部屋、部長の収穫。グッチはね、特に何もしてないと思う。分からんけど。待って、自分欲しいな本当に。これさ、どうやったら出るとかあるんだろうね。ないかな、なんかどうやったら。ないか、そんなの。三脚がちょっと壊れた。こうか、どうしよう、何がいいかな。明日公園だけどさ、どの大きさのカラコンつけよう。でかいのにするか、ちっちゃいのにするか迷うところです。あ、ここは図鑑いいじゃん。え、いいじゃん。めっちゃ藤子、藤子図鑑にしようかな。めっちゃ鼻かくなっちゃった。え、どうしよう。藤子図鑑なんか、そう、アルバムだけ消えて、なんか何にしようかな、名前。藤子図鑑結構いい気がする。確かにスタコレだから、ここね、藤子レの方がいいかな。藤子レ。え、ここは図鑑どうしよう、どうしましょう。藤子れ、太郎元気よ、めっちゃ。めっちゃ元気なのです、こたちゃんは。いつも元気、かわいいんだからね、ほんとに。ほんとにかわいいから、こたちゃんは。ほんとにかわいいのです。くしゃみ出そうだけど出ない。なんかもどかしいよね、こういう時。どうしよう、アルバムタイトル。なんか他のグループさんとか参考にしてみちゃって、してみようかな。頭の隅で願うこと、なんか NGT さんがしてるっぽいので、ちょっと見てみます。あ、ルアちゃん、磯部ルアちゃんっていうね、NGT のなんかお友達ではないのだけど、お友達っていうわけではないのだけれども、あのちょっとね、仲良くさせてもらってる子です。わあ、何がいいかな。
通に、まあどうしよう、富士の子が結構ダサい気がするから、チーム H はまずスーパーレアと普通のにしたい。スーパーレアはスーパーレアでまとめたいかな。こういうのさ、こういうのさ、めっちゃ消したくなっちゃうけどさ、みんながいいねしてくれたから消す、消せないから、ちょっと頑張る。めちゃくちゃ無理そう。藤子にしようか。見た、ここハウスかにする、藤子ここだから、普通に藤子ここだけじゃダメ、どうしよう。センスなくて困っちゃう。藤子これ、藤子ここだけにしてみようかな。藤子ここだって可愛くない。どうしよう、まあ、変えればいいし、またFJKK にしよっかな。FJKK にしよっかな。FJK の FJKK。今だけ使えるやつ。今だけ使えるやつ。FJKK にしてみようかな。どうしよう、何にしよう。マジで私センスないかも。真剣に考えよう。みんな何がいいと思う？なんか藤子とかもいいけどね。なんかもっとなんか絶対ピッタって、マジくしゃみが出そうだけど出ない。なんかね、もっとなんかあるの、なんかあるの絶対ある。なんかもっとひらめいてるものが絶対あるはずなのだけど、それが何かわかんない。もっとあるはず。藤子ここアルバムじゃダメ、普通にもう。普通にさ、もう一周回ってね、本藤子ここアルバムでいいや。なんか適当になっちゃったかな。これにしよう。なんかさ、さえさんがね、なんか藤子ここちゃんユニット選んでくれてありがとうの、ありがとうの、あ、藤子これママペ、藤子これ推し、どうしよう、ママペなんか考えてくれ。考えてくれ、もう終わって考えてください、お願いします。え、待って、藤子こアルバムにしよう。なんかそう、なんかあの、なんかさえさんがなんか私の生誕の時に藤子おめでとうみたいなのに、なんか紫のお花の絵文字をつけてて、そう、それ可愛くて、私ずっと紫のハートにしてたの、なんかそれが可愛いから、え、藤子がいいかな。なんかママフェに言われたらちょっといい気がしてきた。そう、紫の花があって、それが可愛くて、ココッペー、ココッペー、ココッペに、あ、ココッペ
あれか、どうしよう、何にしよう。今藤子アルバムにしてみてる。藤子ゆね、でも藤子これはキモいよね。藤子れにするか。今藤子アルバムにしたけど藤子れにしてみます。え、藤子こ、藤子、藤子こ、藤子、藤子こ、どうしよう、何、藤子これ、藤子これ、藤子これか、藤子これにしてみよう。藤子ここ、これ藤子ここれ、どうしよう、とチームマイチのスーパーレアと、スーパーレアじゃないのに分けてみます。チームマイチのスーパーレア、これと同じやつ入れるか入れないか迷うところじゃない、結構同じカードでもさ、なんかあれが違うじゃん、シリアルナンバー、なんか入れるか入れないか迷ってみたりするよね。とりあえず H のスーパーレアと、H のスーパーレアと分けてみて、あ、ナチちゃん入っちゃった、謎のナチちゃん。どうしよう、よし、スーパーレア、チーム、テーム、チーム、SR、 じゃあこれのサムネアキさんに真意を。と普通のやつで作りすぎじゃない、私。楽しいね、スーパーレアじゃないのを入れます。ひょん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 、かわいいリノさん、とぎしめられたら。え、これってさ、なんかさ、私ね、今めっちゃ迷いどころなポイントがあって、それがなんかそのかぶってるカードもさ、シリアルナンバー違うじゃん、なんかそれを入れるか入れないかみたいな。
同じカードを入れるか入れないか問題。今の迷いどころそれ。みんなならさ、どうしたらいいと思う？どうでもいいよって思うかもしれないけどさ、どうしようって私。抱きしめ。逆上がりのさ、リハがさ、始まって。もういい感じに。じゃあこのあれもアキさんに引いちゃおう。お返し。このさ、順番変えたいんだけど作った順番変えたい。変更できないよね、だって。よし、じゃあいただいたカードをもう一回引かせていただきます。いきます。ツナさんからいただいたカード開封させていただきます。ありがとうございます。あ、そう、アルバム4つにした。お願いします。来い来い。来なかった、どうしよう。ありがとうございます。あ、リノさんのスーパーレア来た。リノさんのスーパーレアとメイメイとミナの普通のノーマルが出ました。よし、最後イッチロイさんからいただいたものを引かせていただきます。お願いします。お願いします。出ますように。どうしよう。お願いお願いお願い、私行こう、私出ておいで、富士五湖。あー、来なかった。ミナとメイメイの普通のやつとアミューちゃんのスーパーリア来なかった。残念だ、残念すぎる。え、ゲームフォーム作っちゃおうかな。チームエイチのスーパーレアさ、かぶってるやつもなくしちゃおうかな。だってこれ上限50枚でしょ。かぶってるやつは消しちゃおう一旦。なんか売ってるやつはおさらばして、ってなると11枚だ。こうかな。これで OK かな。これとこれとこれと普通のやつをダブってるやつを編集してみて、誰が私の手にの
ち美しいものならば落ちていくことも悪くないわるでしょう。情熱が欲しい、どれがさあれかわかんないんだけど、立ちを落ち着きしてよしてよ忘れないとは一旦できたかな。休憩、あ、俺かぶってた。休憩次はディアちゃんとミラさん、もう二つ。これでいけたはず。多分できた。押し来ました。今日のこんな感じかな。こんな感じですかね。今日はあ、スタコで楽しいね。マジみんなも楽しい顔してみてね。アルバム整理できた。なんかこれ順番変えたい、アルバムの。なんか気持ち悪いんだよね、順番が。でもアルバムって何個も作りたいからさ、作りたいからさ、そしたらさ、最初の方に作ったやつがどんどんでしょ。よし、うん、今日もあきさんの私です。今日も私です。今日も嬉しい。もうあきさんは帰れなくなっちゃったからね、一生このままでいてもらおう。だって嬉しいじゃん。こんなさ、まさか私と思ってなかったからさ、見たらさ、みたいな。明日、明後日か、全力1ヶ月ぶりに会うの緊張しそう。私同じ連なんだよね、全力が。ハイタッチの連が一緒で緊張しますわ。よし、でもなんか最近会えてないのか楽か分かんないけどさ、やっぱなんでもないや。よし、終わります。13位、あ、やばい、固まった。13位、タカヒーロタカさん、ありがとうございます。12位、シャオタンさん、ありがとうございます。11位、キャノシーさん、ありがとうございます。10位、10位、カベチョロさん、ありがとうございます。9位、マー君さん、ありがとうございます。8位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。7位、ミルンクルギさん、ありがとうございます。6位、カンさん、ありがとうございます。5位、ステックさん、ありがとうございます。4位、チャントグさん、ありがとうございます。
3位ただの魚さんありがとうございます。2位しみしみさんありがとうございます。1位いっちろいさんありがとうございます。ありがとうございました。送ってくださって本当にありがとうございます。皆さんのおかげで私は楽しくこのあれ開封したこれを楽しくできていることができるの本当に感謝ございます。本当に感謝ございます、ね、新しいやつ作ったから見てね。ね、私が出ないからなかなか出るまでねちょっと頑張らせていただこうと思います。ありがとうございました。今日毎日見に来てくださって明日は目撃者お昼ですね。で終わったら夜に夜2時半間違えた。その次の日がハイタッチ会なんとハイタッチ会です。やったね。ハイタッチ会どんな感じか分かんないが楽しみですとっても。ということでありがとうございました。おやすみなさい。やっぱスタコレの配信フェイフ配信めっちゃ時が過ぎるの早い。おやすみなさい。じゃあね。